4年前、福岡県田川市で、1歳の息子に適切な治療を受けさせず、死亡させた罪に問われている母親の裁判です今日の初公判で、母親側は、知的障害を理由に無罪を主張しましまた保護責任者遺棄致死の罪で起訴されているのは、田川市の無職、上慶愛被告26歳です。起訴状によりますと 上慶被告は4年前夫の正則被告とともに当時1歳だった三男の結雅ちゃんが重い低栄養状態になるなどしたのに適切な治療を受けさせず肺炎で死亡させた罪に問われています今日の初公判で上慶被告は病院に連れて行かないといけないのは分かりませんでしたと起訴内容を否認弁護側も上慶被告は知的障害があり 精神年齢が12歳で病院に連れていかなければならないことが分からず故意だったとは言えないと無罪を主張しました一方検察側は冒頭陳述でイガちゃんの症状に気づき判断する能力があったとしています